ランディ・マトソンはアメリカ合衆国の陸上競技選手。砲丸投げの選手として1964年東京オリンピックと1968年メキシコシティオリンピックに出場。東京大会では銀メダルに終わったもののメキシコ大会では20メートル54のオリンピック新記録で金メダルを獲得。マトソンは1965年4月に20.70。 の世界新記録を樹立。さらに同月には21メートル英語のパフォーマンスで、自己の持つ世界記録を更新し史上初の21メートル台を達成。1967年にかけて合計4回の世界記録を樹立している。マトソンはテキサス州パンパ出身で12歳の時に最初の陸上競技会に出場。その時の結果は50ヤード。 100ヤード、総幅飛び、総高飛びで1位、そして、砲丸投げは6位という結果であった。高校は、パンパハイスクールに入学。アメリカンフットボール、バスケットボール、そして、陸上競技の3競技で抜きんでた才能を発揮した。彼は、軍のアメリカンフットボールで表彰され、バスケットボールでも2度軍代表。 また、州代表としても一度選ばれて1ゲーム平均15ポイント獲得している。陸上競技でも二度州の大会で、砲丸投げと円盤投げで優勝。また、100ヤード走でも10秒3の記録を出している。これにより、彼の名は州、そしてアメリカ中にその名が知られるようになる。マトソンは、テキサス A&M 大学に進学。砲丸投げに取り組むこととした。彼が、 全面的に、砲丸投げに取り組んだ初年の1964年、東京オリンピックに出場し、20メートル20を出し、同じアメリカのダラスロングに次銀メダルを獲得した。翌年の1965年から1971年にかけて、マトソンは79回の競技会に出場し、73勝を飾っている。 1965年には2ヶ月おきに3回の世界新記録を樹立。史上初の21メートル超の投てもこの時達成した。マトソンは1967年に大学を卒業。NFL と NBA、そして ABA からドラフトされる。しかし、マトソンはそれらをすべて断り陸上競技に専念することにした。マトソンは 1967年には自身の持つ世界記録を更新し2 1ル7 8の記録を樹立。同年にはジェームス・サリバン賞を受賞。翌年の1968年メキシコシティオリンピックでは2 0ル5 4のオリンピック新記録でついに金メダルを獲得した。その後、1972年ミュンヘンオリンピックの 国内予選では4位に終わり、3大会連続オリンピック出場を逃した。ありがとうございます。